文帝。文帝は、前漢の第五代皇帝、慶帝の子とされる二人の小帝を除外し、第三代皇帝とする場合もある。忌名は隆皇。酵素隆法の四男、諸子。妻にがいる。聖母の薄氏は、戦国時代の義王室出身の女性を母とし、新末の動乱期から、疎官戦争初期の頃に、儀兵の高級に受大した。 巨夫という人相氏は、彼女の人相を生み、いずれ皇帝を生むであろうと予言したと師匠は伝えている。劉邦との関係は、劉邦に同調し、スワイの功績に対抗した義兵が、法上での大敗を契機に、反竜法の反乱を起こしたことに始まる。藩の大将軍関心に再び敗れた義兵は庶民に、落とされ、劉邦の居城である慶陽に連行されるが、 薄木氏の一族や関係者も同行させられた。薄木氏は、劉邦の高級に入って雑用に従事したが、ある日、劉邦の目に留まり、神女に召されることとなる。その後はほとんど、劉邦と関係を持たなかったと言われるが、薄木氏は流頬を設けることとなった。疎官戦争が終結すると劉邦が皇帝に即位し、異性の諸皇王が取り潰されていく中、劉邦は朝に封じられた。 イボアニ・リューニョイの公認として、大王に封じられた。しかし、流ュは幼少であったため、劉ュの信任を受けた、風広氏が、最初、諸公賞に配され、貢献することとなった。流ュは大王大合、大国の王大号となった薄木氏と、叔父、薄木氏の弟、薄木明と共に任に向かい、そこで成長した。皇祖、劉ュの死後、制裁であった。 緑基地が交代号として、実権を掌握し、竜如意など、皇祖の諸子を、次々と殺害していったが、竜皇はこの難を逃れている。その背景には、竜皇の聖母である薄騎士が、竜如意の聖母の脊夫人などと異なり、竜皇から長愛されることが少なかったことが、考えられる。異母帝の超を竜会の側室が、正室の竜子、竜皇のおい、 旅山の娘により毒殺され、両海がその後を追って自害すると、旅豪はその公認として、両郷の違法を検討した。両海や劉と友らい母帝が旅豪により殺害されていることを理解していた流郷は、大が郷土に近いため郷土信仰の防衛の重要性を理由とし、旅豪に上京して違法を辞退している。長王には旅豪の甥い、両が封じられた。 紀元前180年に、旅吉が死去すると、旅氏一族は、終没、チンペーラ建国の元君、及び、皇祖の孫である、西王流城、死去高竜明による政変で中滅され、劉皇が新皇帝として擁立されることとなった。政変を実行した劉城と竜明兄弟は、劉邦の所長子の等しい民、み、 慶応龍越への維持であり、漁師一族中滅の功績から龍城が皇帝に即位し、龍明は西王に封じられると思われた。しかし、漁師一族という強大な外籍による戦王を廃した直後であり、強い権力欲を有する外籍を持つ西王を皇帝に擁立すれば、再び外籍の戦王が発生するという危惧が上がった。そこで、聖母が没落貴族の末裔で、 権力欲が少なく人格者との評判の高い、流行が擁立された。また、流行は生存する酵素の維持の最年長者であり、徴用の順という理由も説得力も有していた。しかし、流行の皇帝即位に、大国から反対の声が上がった。酵素と共に、戦乱の世を生き抜き、政変を起こして、両子一族のみならず、皇帝まで配立。 殺害した元君を信用できないというものであった。皇帝即位を求める使者が長安と大国と往復することほどに及び、ようやく即位が実現した。即位の際に大国から長安へ上京する際、流行の皇帝即位に対する反対派が多くいたが、わずかに数名の即近と六騎の馬車のみで長安に入った。このような経緯により、即位直後は、 文帝と元君との関係も円滑なものでなく、文帝が法制度改革について重臣たちに加盟した際も嫌味な内容の上書が行われた。しかし、元君が政治の舞台から引退するようになると、大王時代以来の進化を投用し、政権の主導権を確保して着実に政治改革を推進していくことになった。 文帝の基本的な政治姿勢は、高祖以来の政策を継承するもので、民力の休養と農村の活性化にあった。そのため、大規模工事は、休を要するものを除き停止している。宮中で老格を設けようという計画が出された際にも、その経費が中流家庭10個の資産に相当すると知って、中止を命じたり、自らの寮母を高祖や経帝に比べて、小規模なものとしている。 また、文帝の在位期間は、減税が数度実施され、一切の元素が免除された年もあった。ただ下の税や労役については実施されていたと考えられる。法制度の改革では、残守、虚勢を除く日経の廃止を行っている。聖母である薄木氏に対しては、高校を尽くし、自ら独味役を務めたりと、高校な皇帝であるとして、厚生24校に数えられた。 文帝は、薄氏を尊重し、冤罪により、周没が逮捕された際に、薄騎士から叱責を受けると、周没の釈放を命じたり、進化の還元にもかかわらず計画していた郷土との戦争を、薄氏の説得により中止している。自らの擁立者でもあり、同時に、性敵でもあった諸行王に対しては、恩臨に接し、本来ならば、無継ぐ断絶になる場合、 また無本を起こして排立される場合にも、皇帝の恩恵という名目でその欠縁者を求め、領地を分割させて、諸侯の地位を保全させる努力を払っている。これらは、後のクレスワイ7国の乱の原因となったと批判されているが、分割相続によって反乱を起こした諸公王家の意思統一が困難になり、乱の早期鎮圧が可能になったとも言える。また、 周都後、縁などに実直が過ぎて、無礼とも取れる行いがあっても全く問わず、むしろ非常に高く評価した。この形邸にも何かあれば頼れと遺言しており、クレスワイ7国の乱の鎮圧にあたって、重要な働きをすることになる。文帝の政策は、父の皇祖や、着母の旅記事、あるいは孫の武帝の時代に比べれば、目立った業績は欠如しているが、民衆にとっては、 社会が安定して歓迎すべき時代が創出された。文帝の知性は次の経帝の代と合わせて、文帝の地と称賛され、食料が食べきれずに、倉庫で腐敗したり、銭刺し、銭の間に通す紐が腐って感情ができなくなった、などの逸話が残されている。文帝の十六年、一種、縁樹と、随長とも言うべき文字が彫られていた玉杯が発見され、その記念に改元して、 再び元年と称した。二度目の改元以降は、あと元年、後二年と呼称している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。